州は、州による、連邦国家において州に準ずる構成主体ないし、本土未編入の自治領的な部分である。州より、自治権が弱いためにこう呼ばれるが、領土を意味する英語を日本語的に意訳、解釈したものであり、その定義は各国においてまちまちである。アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリアなどに見られる。アメリカ合衆国を構成する、構成国は、州のみである。 州と、合衆国の首都地域である、コロンビア特別区以外の領土は、テリトリーとなる。ただし、このテリトリーを常に準州と訳すと問題がある。準州と訳せない場合は、領域、領土、領などと訳すこともある。アメリカ合衆国領土の法的地位の違い。合衆国本国コモンウェルスその他の自治的、未編入領域非自治的未編入領域非自治的。 編入領域現在のテリトリーはすべて海外、領土である。そのうちが衆国領有勝利島に分類される、テリトリーは、無人島か、軍人、連邦職員等のみが駐留する小島であり、準州と呼ぶことは、まずない。それ以外に、数万数百万人の民間人が居住する5つの、テリトリーがあり、準州と呼ばれることがある。これらの準州に対し、 人口最小の州は、ワイオミング州で49万3782人。面積最小の州は、ロードアイランド州で4 0 0 2平方キロメートルである。またこれらの準州はいずれも、アメリカ合衆国とは異なる、独自の ISO 国名コードと国別ドメインを持っている。なお合衆国領有小離島は共通のコードとドメインを持っている。ただしこれらの法的地位には、 差があり、呼ばれ方には、多少の違いがある。米領サモア以外の4つのテリトリーは、合衆国議会により、当該地域の自治法が制定され、自治をしている、自治的領域である。これに対し、合衆国領有症離島のテリトリーはすべて、自治法の制定されていない、非自治的領域である。米梁サモアは特殊なケースで、事実上自治をしているものの、 自治法に基づくものではなく、法的には非自治的領域である。これを理由に、米領サモアを、順州から外すことがある。自治的領域の内プエルトリコと、北マリアナ諸島は、コモンウェルスでもあり、通常はこちらで呼ばれる。したがって、二つのコモンウェルスと二つの順州のような、数え方をすることもある。最も頻繁に順州と呼ばれるのは、 コモンウェルスでない自治的領域のグアムとベ領リバージン諸島の2領域である。テリトリーには自治、非自治とは別個に編入、未編入の区別がある。5つの順守を含め現在のテリトリーのほとんどはアメリカ合衆国憲法が完全には適用されない未編入領域である。それに対し合衆国憲法が完全に適用されるテリトリーが 編入領域であり、現在はパルミラ干渉のみである。1868年のアメリカ。茶色が遵州。かつては、現在50州がある土地には、多数のテリトリーがあった。これらはすべて、今で言う編入領域で、自治的領域と非自治的領域があった。これらはすべて遵州と呼ぶことができるが、自治的領域のみを遵州と呼ぶ場合もある。 1787年の北西部土地条例で合衆国が新たに獲得した領土が州になるまでの手続きが定められた。領土はまず非自治的領域となる。青年男子の人口が5000人を超えた地域が自治法の適用を受け自治的領域となる。自治的領域の総人口が6万人を超え、連邦議会の承認を受けると州になる。 非自治的領域から自治的領域への移行は、非自治的領域がそのまま自治権を獲得して、自治的領域になったのではなく、広いものは一部が、新しい自治的領域として独立したり、狭いものは別の自治領域や、州の土地になったりなどした。例えば、大陸部で最後の非自治領域だったインディアン遵州は、すでに自治的領域だったオクラホマ遵州とともに、 オクラホマ州になった。ほとんどの自治的領域はそのまま州になったが、少数の例外がある。ダコタ淳州は、ノースダコタ州とサウスダコタ州になった。オクラホマ淳州は非自治的領域のインディアン淳州と、共に、オクラホマ州になった。しかしそうしたケースも含め、50州のうち31州は、淳州から生まれた。ただし、建国13州。 独立国が合衆国に加盟し州になったバーモント州、テキサス州、カリフォルニア州、他の州から分離してできたケンタッキー州、メイン州、ウェストバージニア州の計19州は、準州を経ずに州となっている。これらの準州はすべて編入領域で、いずれは州になると想定されていた。それに対し、1898年に、 米西戦争で獲得したプエルトリコ、グアム、フィリピンは最初の未編入領域となった。これ以後の獲得領土は1898年に編入領域として併合したハワイ順州を除き未編入領域である。未編入領域が編入領域にあるいは州になったケースはない。編入領域が州になっていけばそのうち編入領域はなくなるはずだが、 1959年12月、最後の編入領域だったハワイ順州が50番目の州となった時、ハワイ順州だったパルミラ干渉が、編入領域の地位は保ったまま、非実的編入領域として分離した。パルミラ干渉は州になる見込みがないため、現在にまで残る唯一の編入領域となった。順州は、連邦の構成国ではないため、 州に比べ以下のような制限がある。連邦議会に議員を送れない。連邦議会は上院、下院とも各州の代表たる議員からなるが、準州は下院に、オブザーバー一人だけを送れる。住民に大統領選挙の投票権がない。元来は、知事が公選ではなく、連邦政府による任命だった。 しかし現在の5つの準州はいずれも1940年代から1980年代に個別に交戦になったので、この際は今はない。これまで州になった準州がすべて編入領域であるのに対し、現在の準州は未編入領域であり、そのままでは州になることはできない。州になるにはまず編入、つまり合衆国憲法の完全な適用を受ける必要が、 ある逆に言えば、未編入ということは、州にする予定はないということでもある。しかし、それでも、プエルトリコには、州昇格に関する議論があり、住民投票もなされた。ワシントン DC は、アメリカが衆州国で類例のない地方区分であり、州でも、準州でもない。ただし、1871年までの正式名称は、テリトリー・オブ・コロンビアで、稀に、 コロンビア準州と訳すことがある。州ではないため、準州と一部共通した制限がある。州への昇格運動もあるが、州になるための法的要件は、準州とは異なる。カナダ。北部の3地域が準州。カナダは、中の州と、ノースウエスト準州、ユーコン準州、ヌナブト準州の3準州で構成される。カナダの州と準州は、 歴史的に起源が異なり、準州が州に昇格するわけではない。州は自治権を持つのに対し、準州では連邦が立法、行政権を持ち、自治は限定的である。準州は人口が希薄で歳入の多くを連邦からの補助金に頼っている。沼太準州はイヌイットの少数民族自治とされている。オーストラリア。 北側の黄色が唯一の順州である北部順州。オーストラリアは6州1順州1首都特別地域からなる。首都特別地域を順州に含め6州2順州とすることもある。北部順州はオーストラリア唯一の順州で単にテリトリーとも呼ばれる。陸地面積1349,129。 平方キロメートルに対して人口は233,300人と、規迫であり、人口密度も0.17平方キロメートルと極めて低い。かつては、西オーストラリア巡州、パプア順州が存在した。ブラジルは、22州、4巡州、1連邦地区からなる。これらを区別せず26州、1連邦地区、もしくは27州ということもある。スイス連邦は、 26の州で構成されるが、うち6州は、歴史的に、ハーフカントンと呼ばれ、二つで1カントンと扱われていた。カントンを州と呼ぶ場合、ハーフカントンを準州と呼ぶことがある。ありがとうございます。